ペラジバクターユビークは2002年に分離されたペラジバクター目に属する細菌の未記載種であるペラギバクテルウビークへと表記されることもある海洋に極めて大量に存在するプロテオバクテリアモンに含まれる SAR-11 系統の中で比較的多く存在しているタイプ種であり SAR-11 の中で初めて培養ゲノム解析が行われた系統でもある また、PUB 区はパラジバクター属のタイプ種である。s a r 十一系統は、地球上の海水と淡水の両方の環境で、普遍的に見られる系統群であり、おそらく地球上で最も個体数の多い生物と考えられている。もともとは、オレゴン州立大学微生物学教室のスティーブン・ジョバノニーラによって、サルガス総会のサンプルから得られた 16A 砂。 遺伝子の配列解析よりその存在が予想され、それ以降の研究から世界中の海水からも発見されていた。存在量が莫大であることから、海水中の溶存有機物を同化する主要な細菌として地球の炭素循環に大きな役割を持つと考えられている。PUBIC とその禁煙系統の総存在量は約2028細胞と推定されている。 最も研究されている HTCC1062 株は2002年にオレゴン州ニューポートの沖合 27.6km 地点により採取された。プロテオロドプシンを恒常的に発現しているが、光照射の有無で増殖速度、最終収量ともに差が見られず、プロテオロドプシンは飢餓状態における生存性に関与すると考えられている。細胞サイズは 極めて小さく、感情、または、三日月形状の形態を持ち、対数器で、長さ0.4から1.3マイクロメートル、直径0.19から0.28マイクロメートル程度の大きさである。体積は0.019から0.037立方メートル程度で、これは、大腸菌の1、30程度に過ぎない。暗状喧嘩で、飢餓状態に置くと、 細胞サイズは0.014立方メートル程度まで縮小する。知られているものの中で最小の自己複製細胞の一つである。パラジバクターのゲノムは細胞体積の約30%を占めている。外膜と大きなペリプラズムを持ち、グラム陰性である。養存有機炭素をリサイクルするように取り込んで栄養とする。季節サイクルの影響を受け、 夏の温帯海洋表層水においては、海洋中の全細胞の約50%にも達するほど増殖することがある。2013年2月に P u ビークに感染するバクテリオファージとして、HTVC010P が発見されている。分離技術の向上により、P u ビークは複数の株の培養が成功している。 最も研究されている株は HTCC1062 株である。この株は p u b e c のタイプ株である。メチオニン、グリシン、ピルビン酸、ビタミンを添加した完全人工培地で生育できる。SAR11 の細胞数を制御している要因の大部分は不明である。この系統は窒素、リン酸塩、および鉄の制限に感受性があり、 硫黄化合物を減らす必要があるという非常に珍しい特徴がある。これらは最初に発見されたサルガスソ海などの低栄養生体系において進化したことによって形成された性質であると考えられている。P ユビの細胞集団の倍加速度は29時間ほどであり、かなり遅いが低栄養条件下で培養することが可能である。 P.U.B.E.K.H.T.C.C. 1062株の完全ゲノムは2005年に配列決定された。知られている自由生活生物の中で最小のゲノム帳を持ち、また自由生活生物群の中で最も少ない数となる1354のオープンリーディングフレームをコードする。これより小さなゲノムを持つ系統はマイコプラズマジェニテイリアムやナンハーギアムエキティンズなどの 細胞内共生生物や寄生生物のみが知られている。20種の全アミノ酸の代謝経路や大型の保因子は高度している。一方で、イントロンやトランスポゾン、二性原子などをほとんど含まず、遺伝子間、スペーサー領域が短いなどコンパクトな構成をしている。すなわち、細胞複製に必要なエネルギー量を削減するように、ゲノムが 全体的に極めてて合理化されているととなすことができる。海洋において生物が環境中から10分に取得できずに不足しがちな窒素をできるだけ使用しないように PUB 区はゲノム中においてシトシンやクアニンよりもアデニンとチミンの塩基の割合を増やしており全員塩基体の約70.3%を占める ゲノム複製にかかるエネルギーを節約していると考えられている。公開ゲノムデータ及びメタゲノムデータのバイオインフォーマティクス解析により、p u b i はゲノム中に非高度 RNA を高度していることがわかっている。この生物に見られる NCNA の例には、サム、V リボスイッチや RPSB モチーフのような他のシス、調節エレメントが含まれている。他に、 P.U.B.E.E.K. 及び他の SAR-11 メンバーにおける重要ナンクナとして、リンゴ酸シンターゼ状に保存されているグリシン、活性カリボスイッチがある。また、p u b e はプロテオロドプシン遺伝子を持っていることが知られている。プロテオロドプシンは光媒介プロトンポンプとして機能するタンパク質である。名条件処理や暗条件処理を行うと、遺伝子発現に微妙な違いが生じ、 例えば暗闇にさらされると、酸化的リン酸化に関連する遺伝子がより多く発現する。俗名のパラジバクターは、ラテン語の男性名詞ペルグスに、設備ジバクターを組み合わせたもので、海の細菌を意味する。最初の用語は、ラテン語のペルグスであり、語源となる、ギリシャ語のパイラムダ α ガンマではないため、接続母音は、イであり、ウではない。単語、ペルグスは、 ラテン語の詩で使用されるギリシャ語であり、ギリシャ語のように不規則な複数形の主格変化を伴う名詞のため、ペルグイではなくペルチとなる。種名のユビークは、どこでもを意味するラテン語の副詞である。キャンディデチャスは、ミ記キサイ系統で有効な学名が正式に決定されていない場合において、アイビジンの規則 12C に従って付けられる。ありがとうございます。